はい、どうも、はこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、ジブリールの、チケットガチャですね。こちらの方が期限が迫ってきたので、引いてみたいと思います。チケットがね、117枚ありますので、23連ですかね。23回引けます。だから10連2回に、1連が3回ですね。ではですね、行きましょうか。まずは大きい方から行きます。ドンと。さあ、どうだ。まあね、全員お迎えしているのでね、安心して見れます。さあ、虹がやってきました。昇格はあるのか、ドン。お、トロイは。トロイはいいですね。ありがとうございます。すり抜けてもよかった。さあ、行きましょう。ドンと、ミッドへはやってこず。さあ、どうだ。これはちょっとどうですかね。天才は来るか、昇格あるか。ナイスですね。はい。では、こちらですね。1年。サクッといきましょう。さあ、どうだ。いかーんって感じですね。1連はね、サクサクいきましょう。スキップでもいいかな。いや、スキップは、ちょっとやっぱりね、やっぱり、演出が しんどいかな、1連は。まあでも、SSR がね、1枚来たということで、よろしいかなっていう感じですね。まあ、33ガチャも終わってますし、さあ、あとは SSR 確定チケット168枚ありますが、ガチャの詳細見ても、持ってないのクレオパトラと、アモル、純愛宣言、アモルだけなんですよね。なので、あ、ギルビーも持ってなかったですね。まあいいでしょう。これはいいでしょう。ということで、プラチナガチャですね。ピックアップは D 以外が持ってないので、これを引いていこうと思います。じゃあ行きます。で、497枚。あと3枚あればな。キリが良かったんですけど、まあ行きましょう。さあ、いきなりミッドウェイがやってきましたが、エースは止まり。さあ、虹は来ない。金3つ、昇格がありそう。なかった。残念です。さあ、もう一度行きましょう。ドンと。ミッドへやってきて、やってきただけ。さあ、どうだ。おっと、虹が来た。虹確定。さあ、昇格はあるのか。昇格なし。回収ですか。回収はまだ育ってないからいいのかな。ありがとうございます。さあ、行きましょう。ドン。さあ、どうだと。これはいけませんな。昇格はなさそうですね。はい、行きましょう。どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。クレオパトラも来てほしいな。おっと、虹がやってまいりました。さあ、新キャラお願いします。素晴らしい成果ですね。そして、すり抜ける源平合戦。まあ、完走したんですけどね。まあ、いいでしょう。行きましょう。さあ、これ。どうだ。虹は来ないけど、金は2つ。昇格はないですね。さあ、どんどん行きます。どんどん行きます。ミドへやってきて、プルプル震えて虹確定。虹は確定しました。
昇格はあるのか。一つありますね。昇格はどうだ。天才来ました。ありがとうございます。おっとすり抜け。BP ユーリス。まあまだ育っている途中ですからね。よしとしましょう。ミッドへやってきて、20番なし。さあどうだ。どうですかね。はい、行きまーす。ミッドへやってきて、プルプル震えない。震えて欲しかった。金一つ。お、素晴らしい成果ですね。まあね、SR は金ピじゃないや、交換で2枚ですからね。金ピがはかどりそう。さあこれが最後。一応ね、10連で引いていこうと思いますからね。これは寂しい結果となりました。まあ昇格はありがたいですね。はい、というわけでこれで終わりですね。チケット、武器ガチャもまだ引く気はなれないですし、ダンジョンチケットはまたね、更新されてからですかね、引いていきたいと思います。まあ結果としてはそこまで、あの新キャラクターはね出なかったんですけども、ピックアップも出てなかったですね。チケットはやっぱり、厳しいところがありましたね。というわけでね、今回の動画は終わろうと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき、誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。では、ラスト。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価、チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラスボス対決。